今すぐ確認してもらう必要はありませんけどね。このベッドメイクしてしまうとダニがベッドで繁殖してしまうかもしれません。そうなんです。枕も毛布もシーツが綺麗でも彼らはベッドの中で暮らしています。とにかく暗い空間が大好き。マットレスなんてパラダイス。しかも彼らは顕微鏡を使わないと見えない存在。目に見えないからといって安心できるわけじゃないんです。朝ベッドメイクをするたびにマットレスは覆われた状態になってしまい、ダニは大喜びするでしょう。なんせ繁殖にうってつけの環境が降ってくるわけですから。ダニの弱点は太陽光ですから、覆いをかけるのは彼らを守るのと同義。太陽光と新鮮な空気のある場所には寄りつかなくなりますから、ベッドメイクをしないのは健康のためというわけ。決してだらしがないからじゃありません。ほとんどの人は午前2時と午後2時に眠気を感じます。しかし人間は哺乳類で唯一入眠のタイミングを意思で変えることができる動物。人間は午後2時に必ずしも昼寝をするわけじゃありません。昼寝をするときには気をつけて、午後5時以降は避けましょう。夜眠る妨げとなるどころか一晩中起きる羽目になりますよ。最善は夜寝ること。しかし日中どうしても眠りたいというときには20分以内に起きるようにしましょう。睡眠を克服するまた別の方法は少しの散歩。コップ一杯の氷水も目を覚ますにはうってつけです。飲むか顔にぶっかけるかしましょう。どちらも効果抜群です。眠気を耐えなくてはならない人もいますよね。作業があるとか外せない用事があるとか。レオナルド・ダ・ヴィンチはウーバーマンスリープを利用していた一人。一度の睡眠は20分で4時間おきにこれを行います。彼は様々な発明や芸術作品を残していますね。まるで1日に24時間以上働いていたかのように。この習慣の問題は長期に及ぶ作業では集中力が低下することなので気をつけて。もう一人の天才ニコラ・テスラ。彼も睡眠が大好きではありませんでした。同じウーバーマンスリープを使い、1日の睡眠時間は2時間以下。84時間ぶっ通しで仕事をしたこともあると豪語していたようです。ですから皆さんが徹夜をしているときは、つまり何か新たなものを発明する前触れなのかもしれません。入眠の2時間前にはブルーライトを避けよう。これは本当の噂。つまりテレビやノートパソコン、スマホといった電子機器はダメということ。ブルーライトは脳を日中であると勘違いさせるため睡眠に支障が出てしまいます。 SNS をチェックしないと眠れないという人はブルーライトをカットするアプリまたは設定を試しましょう。ほとんどのノートパソコンでも同じ設定を試すことができます。このモードで使い続けるのも良いアイディア。目に優しいこと間違いありません。寝る前に甘いものが食べたい人は多いでしょう。チョコレートを食べるとなんだか落ち着くという人、眠りにはもってこいです。しかしカフェインにだけは気をつけて。コーヒーに入っているばかりではありません。チョコレートにだって少量ではあるものの、睡眠を妨げるに十分な量のカフェインが入っているのです。ちなみに入眠の助けになるスーパーフードはチョコレートだけではありません。例えばベリー類は抗酸化物質が豊富で運動力を向上させてくれるとともに記憶力を改善します。ベリーの色が暗ければ暗いほど含まれる抗酸化物質も多いため、ブルーベリーなどは良い選択になります。食事の時間は大きな意味を持ちます。眠る1時間前までには食事を済ませておく方がよく、量の多い食事は消化器系に負担をかけます。これから8時間横たわる場合にはなおさら。夜中に何か食べたくなった時は軽く済ませましょう。健康的な軽食に牛乳、チーズがおすすめです。ちなみに朝食メニューを夕食として取ることも睡眠の助けになりますよ。バナナ、卵、トーストはタンパク質や炭水化物が豊富で、どれも体をリラックスさせ、入眠の助けになります。ブリナーと呼ばれる新たな食習慣を試してみては。なかなか寝つけない時に助けになるのがアロマセラピー。一部のエッセンシャルオイルが眠気を誘ってくれます。
ラベンダー、ペパーミント、ローズなど。柑橘系がお好きな方はレモンやオレンジがおすすめ。数滴を紙に垂らすかアロマランプに入れましょう。オイルは匂いが強いので扱いに気をつけて。夜には何かと不安になり眠りにくいというのも事実。寝る前に創作文を書くと眠りやすくなります。日記をつけるのもいいでしょう。落ち込む気持ちが晴れてくれますよ。心が落ち着けば睡眠の質も向上します。羊が1匹、羊が2匹、この方法本当に効くんです。眠ることばかりに気を取られてしまうと失敗するのは目に見えています。逆に起きていようとしながら羊を数えたり、へんてこなものを数える方がものの数分で眠れたりするんですね。めー。4、7、8を数える方法もあったりします。このリラックス法は呼吸を落ち着かせることで体の調子を整えます。まず息を吸って完全に息を吐き出します。そこで4秒ストップ。そして息を吸います。肺に空気を送り込みながら7まで数えましょう。息を吐きながら8数え、一連の動きを数回繰り返します。体が酸素と二酸化炭素を循環させ、すると体がリラックスします。そうすると素早く朝までぐっすり眠ることができるんです。緊張する、あるいはストレスの多い思考をしてしまうと体がこわばってしまいます。幸福なこと、感謝したいことなどについて考えましょう。体がリラックスすれば眠りはすぐそこです。室温が高すぎるとなかなか眠れません。そういう時は毛布の下から足を1本出して体温を下げましょう。体が涼しさを感じるとすぐに眠ることができますよ。別の方法は少し濡れたシーツに体を入れること。ただしこれは気温が著しく高い場合にしかおすすめしません。エアコンが壊れた時か南国のバケーション中の裏技としてお使いください。逆に眠る時寒すぎる場合は薄い毛布2枚で層を作ると良いでしょう。間に空気が閉じ込められ分厚い毛布1枚よりも高い効果を期待することができます。涼しくしたい場合はこの逆を試してみましょう。シーツですら重ねてしまうと結構保温してしまうんです。寝室の室温も結構大切。寝ている間に凍えたい人はいませんしね。多くの人が快適と感じる温度は21度。室温が暑すぎると寝返りを打っても打っても深い眠りにたどり着けません。エアコンをガンガンかけるのが嫌だという方は熱いシャワーを浴びてから寝るといいでしょう。室温が涼しく感じられ上がった後は体温も十分に下がります。枕に頭を置いた瞬間に眠れるでしょう。ある有名なスポーツ選手は睡眠トレーニング用の寝室を用意するところまで行ったそうですよ。室内の酸素レベルを下げることで高山環境を作り出し、すると体が必死に働くようになり赤血球の数が増えます。こうすることで試合中のパフォーマンスや持久力に変化があったのだそう。でも寝れない時はつま先や足の甲のマッサージを数分行いましょう。これもまた違ったリラックス法。そこまで手が届かないという方は耳をマッサージします。同じくらいの効果が得られると言われていますよ。優しく耳たぶを揉み、そこからその他の部位も揉んでいきます。耳には末端神経が集中しているため、マッサージすることで頭と首の筋肉をリラックスさせることができるのです。枕のお話。枕抜きで寝るのも実はあり。分厚すぎず薄すぎない枕を見つけましょう。うつ伏せで寝る方はお腹の下にも枕があると快適です。実際に試してみてください。ピローケースで最高の素材はシルク。頬の肌触りがスルスルとしており、顔にシワが寄りません。髪に対しても同様で、朝寝癖で髪が絡まっているといった状況から解放されることでしょう。ではおやすみなさい。